当時在校生の皆さん、先生方、そしてお父さんお母さん、今私たちはこの私立陽竜女学院高等学校を卒業するにあたり、改めて感謝の気持ちを捧げます。これから皆一人一人の道へと進みますが、今日のこの日をいつまでも忘れずに明日から歩んでいきます。